こんにちは、親父です。親父のね、お昼ご飯です。今ちょっとね、動画がちゃんと撮れてるか分かんないんで、ひょっとしたら上がらないかもしれないですけど、自家製のね、チャーハンを使った親父特製の自家製チャーシュー、レタスチャーハン、こちらを作ったんでね、これを食べたいと思います。それとね、この間セブンイレブンで買ったスープ決め手の担々麺、こちらとスーパーで買った枝豆寄せ豆腐、ちょっと緑なんですよね、見えるかな。そして半額だったんですけど、東京たくあん、甘口たくあんということでね、2色のたくあん、こちらが半額で79円だったので買ってきました。それらをね、今日はちょっと食べていきたいと思います。ちょっとね、少し後半手間取っちゃったんで、チャーハンの後でね、ちょっと用意したんで、少しレタスが思ったよりはしんなりしちゃってるかなという感じはするんですけど、いただきます。紅生姜はさ、よくチャーハンについてるところもあるでしょ、全部じゃないんだけど。で、紅チャーハン、あ、紅生姜余ってたんでチャーハンに入れました。いただきます。おいしい。いい味付けです。チャーハンはね、こんな感じでゴロゴロです。おいしい、おいしい。味付けはね、まあ、作るところ見せたんですけど、チャーシューのタレ、めんつゆ、醤油、塩コショウオンリーです。チャーシューうまいわ。紅生姜はあっても美味しいわ。まいね。あとね、セブンイレブンでね、のり塩チキンっていうのがあったんで買ってみました。110円ぐらいだったかな、こんな感じですね。ささみかな。でも柔らかい。のり塩ののり感はそんなでもないかな。チャーシューうまいわ。こんな感じです。ここに液体スープ入れます。セブンイレブンのね、このシリーズはね、以前食べた時にかきたま、ほうれん草とかきたまラーメンみたいに食べて美味しかったから、今回ねちょっと買ってみましたけども、暑そうだな。もう料理した後でね、暑いんだけどね、すでに。いや、結構これボリュームあるな。麺が多い気がするわ。チャーハン、ラーメンも伸びちゃうからね、食べないといけないけど、チャーハン残してもいいな。こういう感じです。いただきます。辛い。結構辛いわ。あー、でも結構濃厚で美味しい。あ、美味しいね。美味しいです。まだ麺食ってないけど。麺は細麺ですよね、やっぱり。
いや、美味しいわ。これに白飯でもいいわ。あ、美味しい美味しい。セブンイレブン美味しいな。ちょっと枝豆寄せ豆腐食べます。いつも通りね、めんつゆと醤油で割って、はい、いただきます。枝豆感あるのかな。うん、甘い。枝豆感はそんな強くないな。最初に食べなかったからかな。でも甘みがあって美味しいわ。うん、またこの時期ね、冷ややっこ美味しい。うん、うまいわ。今日は全部うまいな。これいこうか、たくあん。この白い方が甘口らしいですね。うん、うん、お、結構甘い。相当甘いです、これ。じゃ、こっちの普通の黄色い。うん、おいしい。多分こっちを先に食べればこっちも甘かったんだろうなって感じ。うん、おいしいおいしい。これ以前からあって気にはなってたんですけど、半額なかったんでね、なかなか買う機会もなかったんですけど、おいしいわ。うん、レタスもうちょっと入れてもよかったかな。